1、采配的ですね、そして鳥栖ホームでは5試合連続無失点だったんですが、久々にホームで失点を喫しました。1対1、最後はセットプレー、こぼれたところ中野が押し込んでいます。いや、中野にとっては佐賀東高校出身、もちろん相手も今の立場も全て違うんですが、何か思い出に残るゴールになるかもしれません。このスタジアムで中野押し込みました。前で